ョングルです。えいし曲はでーす。ポケカン VS パチスロー、1万円の元で増やした額でしか生活できない24時間。本日曲は大好き秋葉原に来ております。いろんな聖地でございます。増やすものがね、いろいろありますよ。おっしゃる通りでございます。1万円元でに、はい、増やすはにゃ増える、いや、わかんない。もう今元であるじゃないですか。これを全突破です。ポケカならポケカ、はい、パチスロならパチスロに、いや、未知数よ。未知数です。得た金額を、まあもちろん生活に使ってもいいですし、これじゃ足んねえってなって、ああ もっと行くのもいいし。ああ、そうなん、おし、もう何でもいいっす。どっちがいいですかっていう話なんですよ。なるほど。もうこれ、あれじゃないですか。せーのでいきます、まあ、せーのでいきます。いいよ。せーの。パチスロー！パチスローは、抜け出せないやつ。じゃあ僕がポケカ、エイジさんがパチスロー。の、今回24時間生活、一泊できれば、もう言ったら一泊しちゃえばさ、次の日なんてさ、もう消化試合じゃないですか。はいはい。夜を越せる場所を確保できれば、クリアです。なるほど。逆にできないんだったら、うん、もうかかったもろもろ雑費全部全額負担。だまず最初の軍資金1万円、これを、はい、何かに使うのは NG です。もうまずはポケカバチロに1万円、はい、全突破しましょう。いってみよう。ということで来ましたね。いや、もう暗いやん。さっきオープニング撮ってからもちょっと仕事をして。そうだね。でも秋葉ってパチ屋さんある？ちょいちょい見るもん。一旦Hello YouTube! Yay! Come to my YouTube channel! Yeah! Kyokuma! Is that your YouTube channel? Yeah, Kyokuma! Kyokuma! Give me your YouTube channel! Yeah, okay! Hello from Germany! Yeah! Hey, Germany! Yeah! Are you from Tokyo? Tokyo? Yeah, from Tokyo! This! Oh, 1.7! Brother, he has 1.7 million abonnements! Yeah. You need to put me in your video. Yeah, okay, okay. Check. So, yeah, I will check. Yeah. When do you post the video? Okay. When? Maybe next week. Okay, but let's do something. I honest, let's do something. Yeah. Um was handelt sich dein Video gerade? あなたの1万円を増やす。What's the concept? Concept. Yeah. To go to slot. 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 Oh, where? Yeah. Wo geht ihr hin? Oh, S-Bus. S-Bus. Ist das in der Nähe? S-Bus war ja mal. Yeah. Slot. Brother! He's confused. Really, no joke! Du willst jetzt Slot spielen? Slot. Do you want slots? Quick? Bro, if you want to, go bust it out. Go crazy. What is slot? That's what I said? What slot, I said? Like a slot machine. Ah. Yeah. I cannot play that. No time? Yeah. I have time, but I cannot play. I have no idea. No idea. Yeah. Ich will mich in deinem Video sehen, mein Bester. Okay. Arigato, Japan. Arigato. Arigato. Goodbye. Have fun, brother. Good luck. ドイツの友達できたな。え、どうするんですか？だから俺はカード屋さんだから、とりあえずハレル屋さんの。じゃあ俺マジエスパス行くわ。エスパスって言って通じるわけね。残念だ。じゃあね、兄貴。じゃあまたという感じで、ちょっとまた。頑張れよ。カサでな。ハレルヤさんでオリパカン回し、でもね、もうね、予算1万円あるわけで、もうね、一旦他のスポンシャスオリパと、プレミアオリパ、これ2ついきます。で、合計5000円分買いました、残り予算は5000円、はい、オリパ2つ。はい、こちら、エスパスさん、今からこちらにですね、この1万円をいかに増やしていくかっていう、まあ僕、今回、勝ちますよ。あんまスロットやったことないけどね。移動しまくって前にもうお世話になった場所で回復をします。1000円分買ったんですね。だからこの残り5000円分の軍資金があるじゃないですか。この軍資金を生活に回すっていうのは NG なんですけど、その金額分でご飯食べたりとかそういうのは OK ってことなので、先に飯食いたいんですよ。これをまず回復します。1枚ずつ見てみましょう。はい、まずおお、まあガラルファイヤーの、アートレアス続いて、はい、ああ、ウィーミーに入ってるやつだね。あるならこっちか。いや、でも待って、これ買ってるくね？あれ？今んとこ買ってるくね？じゃあこの次だ。いくよ。はい。ふぅーにでも、ハレル屋さんのオリパは期待値高い。はい、まず1枚目。お、いいじゃん。え、あ、いや、誰だ、ドリームコートで行きましたもんな。ほら、D レギュラー。うわー、マジか。続いて、はい。お、UEX の、SSR だね。これは、いいん
じゃない。さすが3000円オリパ、いくよ。あと2枚。あ、じゃああと3枚ある。ポン。そう、デルタ種、デルタ種キャラスタルと似たような感じ、本来のタイプとは違うタイプで出てる。へぇー、スターナイト。はい、続いて、絶妙にネギ落ちしてるのばっかでやらんな。はい、うん、ムクバー。ネギ落ちしてるカードの値段の推移わからんのですよ。ちょ、とりあえず調べますね、これ。まあ、とりあえずご飯を食べれるのか。とりあえずご飯を食べたい。で、残りの5000円とそのご飯を使った後の使い道を考えたい。はい、ということで私こちらですね、よくわかんないベルプレール、こちらのスロットを今からやってきます。さあ、もう後戻りはできません。行きます。第1弾開封、いや眩しい、ヘブン、ヘブン、マジヘブン。第1弾開封終わりまして、5000円分のオリパンもいたわけですね。まあ、目玉カードといえばミュー EX の SSR、まあ、あとはもう大体一緒ぐらいだったんですけど、金額が5000円分のオリパンを購入して、販売価格の総額なんと6440円。爆勝ちしていく。まあ、爆勝ちではないかもしれない。まあ、1枚1枚はそんなに金額のいってるカードではなかったんですけど、2000円分のプレミアオリパの方で2420円だか言ってました。3000円のゴージャスオリパの方では4000円オーバーと、バッチリと上がりを出していきました。上がりっていう言い方非常にしたくないんですけど、本当だったらということでですね、6440円あるんで、もうぶっちゃけ僕無敵です。焼き肉食います。全然よくわかんねえ。もう1000円使い切りました。私が秋葉原で気になっているお店その1、名物スタミナ丼昭和食堂。私はね、こういう系の食い物が大好きなんでござる。まかない飯うまそう。やばい、残り7000円。なんか宝箱みたいなの出てきたんだけど、お、これは来んのか。うわー、よくわかんねー。わー、やべ、バカうまかった。めっちゃ腹いっぱいになった。うわ、うるせえ。だから街中うるせえな。期待した通りの味。チキンの差し金今5360円、ルームチキンとしてしか使えないお金が5000円残ってます。1360円まで言ったらオリパンに突っ込むんですよ。まあね、もうご飯さえ確保してちょっと上がりがあって1万円超えたんだったら1万円のオリパン行こうやと思っております。1万円でオリパン買えるところ探します。やばい、残り6000円だ。やばくない？なかなかどうして1万円のオリパってみた。私の中のね、ギャンブラー魂に死がついちゃってるわけでございまして、僕かけて1万円での残金360円になるけど、それが爆勝ちしたら、1万円のオリパで爆勝ちしたらえらいことになるよ。まあでも秋葉原に泊まるところって僕1箇所ぐらいしか分かってないんですけども、前に企画でパチンコもやったことあるし、ポケモンカードとかのオリパ屋さんでどれぐらいになるかみたいなのも、まあ結構ね、企画出たりやってるから大体分かってるじゃんっていう中で、あいつがスロットって言った時にね、あ、こいつ死んだって思ったんだよね。1万円ねえな。すげえ聞いたことねえジャンルの音楽が聞こえる。すごい、ちょっと待って、なんか演出がなんか吹いてる、吹雪が。なんだ今。あー、むずどうぞ当たったろ。演出が、あれ、なになに、どういうこと、どういうこと、何が起きてるんだこれ。おお、すごいすごいすごい。え、当たった。
どういうこと、おーおーすごい、どうなってんのこれ、どういうことですかこれ。メダルが増えてる、おおすごい、決戦開始、どういうこと、なるほど、ラウンド1よく分かんない、どういうこと、トレカ自販機専門店年功せっかさん、あ、前にさサブキャンでさやりに来たんや、確か1万円あったくね、そういう感じですよ、多分今当たりなのかな、結構なんだ当たりだったのかな、今けど始めた頃に比べてメダルはねかなり増えた、電光石火さんでいいのにけど1個ずつボタンになってるらしいんですけど、28口中3口が大当たり、これいくわ、この辺見たいっしょ、だってこの辺ぶち抜くクマちゃん見たいで、なんかチャレンジ成功したんだけど、どう、あれ失敗、両替しちゃった、とりあえず4、そして続いて15、はい、4と15のやつとりあえず2つ、とりあえず2つ、ちょっとごめん、冷やして、冷やして、はい、今ここでチャンスタイムが来ました、なんだこの演出は、でも変わった、いろいろチャンスよこれ、おお、プッシュ、めっちゃ見えてくると思ってなかった、一口目外れ、これで僕の残り所持金が4360円、プラスケルディオの販売価格、いくよ、2、カヌちゃんの AR、 どうしよう、今多分なんかチャンスだったのかな、マジ大勝負かけすぎたな、AR やばっ、ケルディオ AR250 円なの、4610円、カヌちゃんはやばい、カヌちゃん AR220 円、どん底に叩き落とされました、とりあえずこれでですね、状況としては軍資金としてしか使えない分のお金は全額使ってプラス、上がりになったカードから1000円出した状態ですね、で残りの所持金が4830円、これは自由に使える金額、もう一口いく、じゃあ22かな、次、あ、これ4と15と22の意味に関しては分かる人だけ分かってニチャニチャしてください、いやでも待って、1860円あれば究極安い満喫には泊まれると思うよ、
まあ、ていうかこの外れの感じに200円ぐらいは手に入るから2000円ぐらいにはなる。え、行く？やる？え、どうする？くまちゃん、うわー怖っ。いや、行くか、夢見るか。え、てか自分の誕生日行けよって話だよね。9と24行けよな。22番行きます。さあ、私、ここで残りがついに半分になりました。5000円です。もう僕の多分これでラストバトルになると思います。行っちゃった。いきます。せーの。はい、これですね、なんとチャンスというのが出てきました。マジで全然わかんない。ちょっとですね、演出が今これ変わってんのかな。これで当たったらどうするの。わー、なんだなんだ。そうさあ、当たるのか。多分いきます。せーの、ポリッポ、アートレア380円、しっかり死に目を見ております。ただいまの設定2210円。このステージさっきも出ましたね。これで多分同じ絵柄を揃えたら当たると思うんで、はい、そして私残り金額が2000円ですね。一か八かの賭けで1万円全部突っ込みます。すごい、もし当たり初めての演出だ。え、すごいね、当たり当たりじゃない、これ。うわー、外れたー。いけ、うわー、これも外れ。当たった当たった。マジで全く分かんないです。くまちゃんサイド、まあ、ポケカオリパサイドですね。だからそう、すごいって、うるさいって。1万円が2210円になっちゃう。いや、おとなしくハレルヤさんに全突破するべきだった。え、マジで、なんか、やばいんだけど。満喫だったら2000円弱で泊まれるんですよ。1700円、1800円あれば一晩行けんの。まあ、てか6時間パック。うん、だから、あれです。何今ね、8時なの。6時間で朝になるぐらいの時間まで外でブラブラしなきゃいけないの。マジちょ、夢見すぎた。調子乗った。マジ、なんで俺残り1万円残った分全部突っ込もうって考えた。これがギャンブルにハマっていい人間とハマっちゃいけない人間の境目です。まあ、ポケが買うのはねギャンブルではないんですけど、今回の企画においては大ギャンブルだったので。やばくない？ずっと画面暗くない？マジ底なしの街アンダーワールドって感じだよね。ケブブ屋の音がうるさいんだ。そういう感じで、今はよくわかんない。当たりかな、当たりのあれが終わったんかな。けどね、メダル数がすごい。340爆死って疲れるんですよ。プロスピでもするか。爆死って疲れるんですよね、本当に。この感じでずーっと秋葉原の街をうろうろしながら12時ぐらいになるまで満喫に入れないので地獄なんだけど。エイジさんはどうなんだろうね、何してんだろうね、生きてるかな。まあ俺よりは生きてんじゃないかな。俺みたいなバカな突っ張り方しないでしょあいつ。くまちゃんサイドの方の動画で秋葉原をうろうろする呪術とほげたぶら下げた変なアフロがブツブツ言ってる動画しか流れません。1万円すべて突っ込みまして、当たりがですね、当たりの金額が4000円になりました。それでは今から、まあ、ご飯とか食べていきたいなと思います。兄貴ちゃんと電話します。なんか人相変わったよね、これね。ちょっとね、やっぱね、爆死するとね、心も顔面も歪みます。はいはいはい。
お元気？いや、むちゃくちゃ元気よ。あ、むちゃくちゃ元気なんだ。ちょっとさ、そのお互いの状況をさ、はい、教え合おうよ。その感じだとあれじゃない、だいぶマイナス的な感じじゃないの、うん、私、目も当てられないぐらい1万円すりました。裸になるまで秋葉原の街をうろうろします。じゃあとりあえず俺1000円でラーメン食うから、もう電話しないで。うるせっぱーげ。今のでもう完全に俺の勝ちです。今からご飯を食べたいと思います。勝ちやでご飯を食べていきたいと思います。はい、でこちらがタルタルチキンカツ定食です。ちょっと待って、ちょっと待って、うん、足んなくね。その3時間パックは1000円でも3時間だけ入れたところでしょうがない。泊まれたと言い張るには、あれちょっと待てよ、もっと安いとこ探すぞ。あれやばい、え待って俺、えもっと安いとこあるかもしれない。探さ定食で800円ぐらいいっちゃいました。あとはですね、もうどっか泊まれる場所があるかどうかなんだよね、問題。はい、こちらですね、7時間2480円お泊まりしに行きたいと思います。現在時刻21時半なんですけれど、以前別の動画で泊まった1800円くらいで、その時は確か泊まった漫画喫茶に行きました。まあ値段だけ見にね、どうせ6時間パックだからまだ入るわけにはいかねえなと思って値段だけ見に行ったんですけど、値上がりしてて泊まれません。脱落でいい。